どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク、第22回占領戦、本当にお疲れ様でしたということで、例のごとく、今回も、報酬でもらったチケットの方を、消化していきたいと思います。早速行きましょう。ちょっと今回はサクサク引いていくよ。別にもう喋ることもないかなと思って。最近仕事の方が本当に忙しくて、なかなかゲームする時間も取れないんですけど、つい先日、モンスターハンター、ワールドのアイスボーンがね、出るってことで、9月の6日に、それの最後の、ベータテストが来てたんですけど、そこでイベルカーナっていう、まあ、アイスボーンの目玉モンスターですね。まあ、今まででいうリオレースとかティガレックスとか、ナルガとかジンオーガとか、まあ、そういった類のパッケージに乗るようなパッケージの表面に乗るような、まあ、モンスターがね、戦えるということで来てたんですけど、まあ、なんせクリアするまで、そのクエストの時間が15分しかないってことで、まあ15分って本当にきつくて、あと1分2分あれば、まあギリギリ勝ててたんじゃないかなみたいな、そういったうまい調整がされたんですけど、というか SSR が出ねえ。まあ東京グルーのあれだわ、動画でなんでモンハンの話してんだろうってなっちゃうんだけど、久しぶりにあんだけゲームをがっつりやったね。配信で8時間超えてたのかな。それを2日連続ぐらいでやったんですけど、今ね首が痛くてスマホが見れないんですよ。下に向けないんですよ、首が痛すぎて。あと腰も痛えから椅子に座れないんで、まともに。まあ占領戦22回超えて本当にね、ちょっと苦痛なのが逃走が苦痛なんですよね。報酬は絶対に回収したいんだけど、いかんせん時間がかかる。いかんせんね、時間がかかるんすよ。っていうか、本当に SSR が出てくんの。俺の見落とし出たっけ、モンハンの話してる間に SSR。皆さん、逃走やってますか？逃走はね、報酬内容的に、絶対、やった方がいいので、最近促進剤20個、石50個、 あと SSR 確定チケットが1枚ずつあるんだっけ、あれショップに。それだけでもめちゃくちゃ美味しいのに、最近また派遣キャラをね置き出したんですよ。しかもガシャさんの、ガシャで出る、この前は有馬だったんだけど、今エトが来てるんですよね。すげえ美味しいの。待ってね、このさ、無料チケット、このプレミアムガシャの無料チケットでさ、今 SSR 出てた？俺画面見てなかったからあれなんだけどさ。もしかして120連ぐらい外したのでは？次、派遣引きましょう。ちょっと今回はサクサクいく。時間もねえし。もう、すでにね、周回はして、まあ、毎回言ってる、周回はしてないんですよ、占領戦。クエストの。まあ、お金ぐらいは回ってるけど、逃走お金消費しなきゃいけないから、逃走コア、プラスもう、お金みたいな。お金が足りない、とりあえず。だから、金が3倍になる戦術を使って、お金の、とこを回ってるんですけど、あ、今出たエトだね。今出たエトが、ショップに並んでると。それぐらいだな。最強降臨、最強降臨もやってるか。結局派遣もその時間があれば、全ての区を手動で設定したいんですけど、昼間仕事してるし、そんな携帯見る時間がないんで、とりあえず俺は S ランクの区を1区だけ、S ランクの区を1区だけ手動でやってるにもかかわらず、占領戦50位以内
にはなんか毎回入れてるから、ちょっと人口がだいぶ少なくなってきたという、人口が少ないっていうよりアクティブな人が少なくなっちゃったのかなとは思うんですけど、みんな到達報酬まで行ったらもういいやみたいな感じになってるのかな。ガチでなんかその50以内のランキングを狙ってるっていう人が少ないような気がする。シャチ、占領戦50以内は狙った方がいいですよ。最近配布されてる占領戦の派遣キャラクターたちマジで優秀なんで、あれはね、ぜひともご凸しておいた方がいいですね。スタミナがないこのゲームで、時間さえあれば占領戦はまあとりあえず上に、いやでもどうだろうな、派遣にかなうものはないからな。派遣キャラクターが揃ってるか揃ってないかで多分すげーもうランキングに入れるかどうかはもう決まってくるからな。いくら周回しようと多分超えられない壁みたいなのがあると思う。まあそれは課金者は課金者で差がつけられて、まあ普通のシステムだとは俺は思うんだけど、まあ無課金者は無課金者でね、石使うところをちゃんと把握した上で石を使って、有り余る時間で、周回をするという、そういうことですかね。追いつけるとすれば。だからまあ最近フェスゲーム月1回来るけどさ、もう自分の欲しいキャラ引いたんなら正直石は派遣に回して、もう全部回していいっていうほど派遣に回して、派遣占領戦期間中の派遣をしっかりやってれば本当に50以内は余裕で入れるとは思うんですけど、まあそこまであれかな、やらないのかな、みんなは。最近始めましたっていう声もすごい多いんですけど、いまいちその占領戦の熱気が下がってきてるような気がする。まあこんだけ回数もあるしね、報酬だけ回収すれば、まあ促進剤であげれないこともないからさ。なんかあれかな、11月に出るその東京グルコールトゥイグジストとなんかその記念イベントみたいなのやるんでしょうか。スペシャルガシャでなんか来たりすんのかな。お、ハイセじゃん。もうハイセ何体目だこれ。あ、待って、めっちゃ久しぶりみたいな気がするこの錦。俺持ってなかったんじゃないかな。いやでも演出が入んなかったってことはあれか、過去に当てたことがあるのか。ってことは売ったんだろうな。お、最高。ささこっていうか、明後日からまた占領戦が始まるんだよな。もう2週間、1週間でもいいんだよな、正直。正直1週間でもいいんだよな。前は、ベータの時というか、ベータ終わってからも、1週間占領戦とかあったよね、キャスするんだけどな。なかったのかな。俺的には1週間で終わらせてほしいんだけどさ。さあ、ラストですね。今回俺負けた、グール側で負けたけど、なんか案外チケットあったような気がする。なんでだろう。ああ、いつも交換したから、交換してるからかな。はい、ということで、第22回占領戦お疲れ様でしたという、まあいつものようにチケットを使って、ガシャを引く動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。